皆さんこんにちは、石田哲弘です。今日はリクエストでいただいたテハンの用法みたいなチップチューンの作り方を教えていこうと思います。皆さんはテハンというアーティストは知ってますか？僕はコメントのリクエストから知ったんですが、テハンは多彩な音楽ジャンルを作っているアーティストで、ローファイ、ヒップホップ、チップチューン、メタルなどもう本当に幅広く作ってるんですよ。それでテハンを知ってからもうめちゃくちゃハマっちゃって、もう本当に聴いててワクワクが止まらないんですよ。テハのトラックが大好きになってから僕もローファイヒップホップを作るようになりました。僕が作ったローファイヒップホップは概要欄に貼っておくので、よければ聞いてみてください。さて、今日はテハのチップチューンスタイルを知りたいということなので、デモトラックを作ってきたので、こちらをお聞きください。それではトラックの解説をしていきます。このトラックは BPM174 でキーが Am で作られてます。後半から転調しますが、また後で解説します。まずはこのドラムなんですけど、キックとスネアはシンプルに四つ打ちです。シンバルはスイングしてます。こんな感じです。キックとスネアの音色は少し重めなものを選んでみてください。次はシンセメロディーです。このシンセメロディーなんですけど、バイタルで作ってます。実はメインメロディーとハモのメロディーはスケア波を鳴らしてるだけなんです。こんな感じの音です。そしてこのシンセメロディーに少しレイヤーをしていきます。レイヤーするのはこの3つの音です。あとは木琴っぽい音も重ねます。1個ずつ順番に鳴らします。全部重ねるとこんな感じの音になります。次はベースです。ベースの音はサブベースを少し歪ました感じに作ります。ベースのフレーズはウォーキングベースっぽいフレーズとメインメロディーを噛み合わせて作っていきます。ここの1小節目と3小節目がウォーキングベースっぽいフレーズで、2小節目と4小節目がメインメロディーのフレーズをベースで鳴らしてます。こんな感じの音です。次は FX と効果音です。ノイズインパクトとリバースノイズを目立たない程度に入れていきます。シンセの効果音は裏拍に入れてます。このシンセの効果音はソラボーイというソフトシンセを使って作ってます。こんな感じの音です。そして2小節目と4小節目の3拍目にアルペジオを入れます。このアルペジオは Am のコードトーンを駆け上がるフレーズや下がるフレーズを入れてます。こんな感じの音です。次は後半のパートの解説です。他のパートからキーが転調してます。 Am から Dm に転調してます。皆さんの中にはこんなことを考えてる人がいると思うんですけど、別に転調なんかしなくてよくない？めんどくさいよ。気持ちはわかります。ではここで転調しないバージョンも作ったので聞いてみましょう。どうでしょうか？転調した方が自然な感じにつながって聞こえませんか？これ最初聞いた時僕はすげーってめちゃくちゃでかい声出しましたもん。というわけで後半から転調して作ります。後半パートのドラムの音色は前半パートのものを使います。リズムパターンは変わって2ステップで作ります。こんな感じです。ちなみになんですけど、このドラムのサンプルは僕のファンボックス限定でダウンロードできますので、チェックしてみてください。後半のシンセメロディーはファミシンセを使って作ってます。ファミシンセは僕の大好きな無料のソフトシンセなので、ぜひ皆さんもダウンロードして使ってみてください。さて、このファミシンセを3つ使って音を作っていきます。1つ目がメインメロディー、2つ目がハモ、3つ目がミッドの音を混ぜて作ってます。あと前半パートで使ってた木琴っぽい音も重ねます。こんな感じの音になります。次はベースです。前半パートで使ってたサウベースの音もそのまま使います。そしてバブルベースを3種類用意します。バブルベースの音はマッシブを使って作りました。サウベースの音程はコードに合わせて鳴らします。コード進行を表示させながら再生しますので、コードにも注目して聞いてみてください。
マッシブのバブルベースはざっくり解説します。一つ目のバブルベースの作り方は、まずオシレーターをモダントーキングを使います。そしたら L4 でウェーブテーブルポジションを動かします。そしたらディメンションエキスパンダーで音の広がりを出します。こんな音になります。二つ目のバブルベースはオシレーターを二つ使います。一つ目のオシレーターは AI。二つ目のオシレーターはソニックを使います。そしたらここをベンドマイナスとベンドプラスにさせます。フィルターをオールパスを選択します。L4でカットオフを動かします。FX はクラシックチューブを使います。こんな音になります。3つ目のバブルベースは、2つ目のバブルベースと同じものを使ってます。2つ目のバブルベースと違うところはフィルターです。このカットオフとレゾナンスを深めにかけます。そしたらこんな感じの音になります。最後に FX です。FX 系は前半パートと同じで、ノイズインパクトとリバースノイズを目立たない程度に入れてます。そしてまた同じようにアルペジオも入れます。前半パートとちょっと違うのは、このアルペジオは Dmのコードトーンで鳴らしてます。こんな感じです。今回の動画は以上になります。いかがだったでしょうか。後半の転調の仕方は僕もめちゃくちゃ勉強になったので、今後僕も使っていこうと思います。テハンの他のトラックもめちゃくちゃいいので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。今回作ったトラックなんですけど、ファンボックスでプロジェクトファイルがダウンロードできますので、ぜひチェックしてみてください。この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。X、Instagram もやってますので、フォローお待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。